時は1905年、アメリカはポーツマス。日露戦争を終結させるために、アメリカを介して、講和条約を結んだ、我が国、日本。身長180センチを超える、ロシアの前剣、セルゲイ・ウィッテに対し、日本の前剣である、小村寿太郎は150センチも満たず、あだ名はネズミ。なんとも、当時の国際情勢を象徴しているようだが、日本は、大国ロシアに勝利。有利な講和条約を勝ち取った。このポーツマス条約の第6条では、ロシアが中国東北部に敷設した鉄道の一部を日本に譲渡することを定めてあり、これが今回の動画のテーマ、南満州鉄道の始まりである。これをきっかけに日本は、良くも悪くも大陸に権益を持ち、後に満州国が建設されるわけだが、今回はその評価は置いておいて、戦前の日本は満鉄の沿線にどんな都市を築いたのか、ちょっと見ていこうというものであります。さて、満州の都市を一通り巡ろうという今回の旅。まず最初は、関東州は、旅順から。日本史を高校で履修した人なら、少しくらい聞いたことがあるはずの、旅順という町。遣唐使なんかでも立ち寄った。古くからの港町らしいのだが、日本が開発してからの旅順は、駅を中心に、東側が旧市街、西側が新市街として発展した。新市街には、関東庁が置かれるなど、行政の中心として機能しており、付近には満鉄が経営する、大和ホテルもあった。大和ホテルは、満州の主要都市に置かれている高級ホテルで、これがあったら、それなりに重要な都市なのだと思っても差し支えない。現在の旅順大和ホテルは人民解放軍を招待するために活用されていて、外国の観光客は使えないらしい。また、旅順は日清、日露戦争の激戦地でもあり、多くの戦績があるのも特徴である。さて、旅順線の秋水市駅で連郷線に乗り換え、数駅行けば、そこは大連である。日清戦争後はロシアが、そして、日露戦争後は日本が権益を持ち、発展した大連。中央広場近辺には、満鉄本社や、大和ホテルなどがあり、かなり栄えていたという。そして、なんといっても大連は、日本にとって、満州の玄関口だった。港には、日満連絡船が往来し、神戸や門司から、観光客や物資を運んだ。そんな、大連の当時の映像があるんで、ちょっと見てみましょう。して日中やからず船は満州の表玄関大連港に入港いたします。大連は日露戦争前までは名もない一貫村に過ぎなかったのでありますが、我が国の手に移されてからはこんなにも立派な港となって、市街も西欧の都市さながらの美観であります。そして、大連の郊外には、星ヶ浦というリゾート地があった。星ヶ浦公園には、満鉄の初代総裁、後藤新平の銅像。そして大和ホテルもあり、コテージ風の外観だったんだとか。大連の大和ホテルと、
星ヶ浦の大和ホテルを往復する専用車が走っているらしいので、それを利用すると便利です。さて、両島半島を北上し、タモリさんの祖父が駅長をやっていたという大説教で乗り換えれば、栄光という港町に到着する。栄光は、大連が発展する以前は、渤海で唯一の港町だったらしい。日露戦争後は、日本人が多く居住する新市街地ができたわけだが、栄光に大和ホテルはない。とはいえ、両河という大きな川の河口にある都市として、海運業で栄え、岸には常に船舶が泊まっていたんだとか。両河の河口に栄光という港があります。昔のニューチャンです。満州では歴史の古い港であります。栄光のお土産としては、ハマグリやアサリの佃煮がおすすめなんだそうなので、ぜひ。再び大説教へ戻り、北へ7駅ほど進むと、安山という駅に到着します。安山は、1919年に創業を開始した安山製鉄所で有名である。今まで中国やアメリカに鉄鉱石を依存していた当時の日本にとって安山製鉄所はまさに福音だったらしい。なお、創業当初は満鉄が経営していた安山製鉄所は第一次大戦後の不況や国策の観点から独立し、昭和製鋼所と名前を変えた。製鉄安山、約7億トンの鉄鋼を要して、先行一貫作業に邁進している昭和製鋼所は日本重工業の発展に大きな役割を務めております。そんな安山で働く労働者たちの疲れを癒してくれるのが、数駅ほどで立ち寄れる満州国三大温泉の一つ、東光市である。東光市温泉は、太水閣や玉泉館といった宿がある温泉街。夏目漱石や田山花太といった文豪たちも行ったことがあるらしい。ここは東光市と申します。満州では最も完備した設備を持つ温泉であります。この泥湯はラジウムの含有量がすこぶる多いと言われております。東光市から北へおよそ100キロ進めば、そこは満州きっての大都市、黄天。中国最後の王朝、秦の首都だったその都市は、1941年時点で人口は約143万人と満州で最大だった。黄天には駅前広場の東に城郭があり、そこが繁華街を形成していた。城郭の中には、秦朝の皇帝が居住していたという宮殿や、満州国の国立図書館があった。なお、ここはもともと、張作霖、張学良親子の邸宅で、満州事変の後に、図書館として使われるようになったらしい。そして、市街地の外には、北陵という、秦朝の二代目皇帝、本太子が祀られた墓がある。なお、北陵の拝観権は、黄天駅内の観光協会で、手配してもらった方がいいらしいが、これは、当時の情報なので、現在はどうなってるのか知りません。黄天は、秦朝発祥の旧都で、昔の神謡であります。南満州交通路の中心にあたり、平原に伸びゆく近代都市の膨張力、今や満州における商工業都市の中堅を成しております。連番の鉄道を統一総合して経営の任にあたる満鉄鉄道総局の新築国社であります。
鮮の近郊にある元の清朝の国領であります。結構の層、清朝建築様式の代表的なものであります。高天より蘇葛屯に戻り、不純船に乗り換えれば、そこは世界でも有数の炭鉱がある不純市。不純炭鉱は満鉄が経営する炭鉱で、1907年から1935年にかけて2億3000万という莫大な投資をし、東洋一の炭鉱へと成長した。東西に17キロ、南北に44キロに及ぶ広大な不純炭鉱は、石炭の埋蔵量が10億トンとも30億トンとも言われていた。また石炭以外にオイルシェールという液体燃料の原料も取れたという。ここは炭と不純であります。満州がどんなに地下の恩恵を受けているかということを確かめるために、第一の脅威不純を見物いたしましょう。石炭の露天掘り、近代設備の建て工、オイルシェールからの精油、やがては石炭液化。ここは祖国には見ることのできない大工業地となりました。最後の黒々とした人形みたいなやつは、不純名物の石炭細工で、人形の他に灰皿や花瓶なんかもあるそうです。さて、列車は再び北上し、ついに満州国の首都新京へと到着します。もともと長春と呼ばれていたこの都市は、満州国が建設されたのを機に新京と名前を変えた。高天から関東軍司令部も移設し、まさに首都といった感じで、政治、行政、軍事の中心であった。満州国は当初、三権分立ならぬ、四権分立という国家体制を採用しており、行政、司法、立法に加えて、監察院という省庁を監督する役所があった。しかし、監察院は権力の集中を嫌った関東軍の意向もあって、1936年廃止となった。なお、新京を観光する際は、バスがおすすめだそう。ただ、官庁街なので整然とした感じは、ワシントンと同じでちょっと退屈かもしれませんので、あしからず。さて、ここまでは、日露戦争で日本が獲得した権益を紹介したまで。しかし、1931年9月に始まった満州事変によって、満鉄は第二次世界大戦で日本が敗れるまで、沿線を満州国全土に拡大していったのであった。そういうことで、満州の旅は、あとちょっとだけ続く。1935年、北満鉄道譲渡協定によって、満州国がソ連から買収した京浜線に乗って北上すれば、そこは満州のパリ、ハルビンである。19世紀の終わりに、ロシア帝国が進出して以来、異国情緒あふれる都市として発展したハルビン。当時の戸籍表なんかを見ると、欧米系として、ロシア人の他に、イギリス人やアメリカ人、ドイツ人、イタリア人なんかも居住しているのがわかる。ハルビンへ着きました。古くは沖横川漁師順中の地、伊藤博文公順南のこのプラットフォーム、はるばると北満に足を伸ばすにつけ、全く感慨深いものがあります。ハルビンは昔の東洋のモスクワであったかもしれません。しかし今はロシアが築き上げたこの白亜の都に、日本から神風が吹きつけていることを忘れてはなりません。ここは我ら北満再建の本拠地であります。ハルビンには前時ロマノフ王朝時代の華やかな影がなくなると申しますが、しかし何といっても北満の都ハルビンです。異国風な享楽都市として、満州の旅行には今なお特異な存在となっております。
ちなみに、ハルビンを含む北満地方は、亜寒帯冬季小雨気候という区分に属しており、夏と冬の温度差が激しいのが特徴。夏は35度、冬はマイナス40度になることもあるので、季節は選んだ方が良さそう。さて、次に到着したのは、チチハルという都市。ここはハルビンとは異なり、中国風の街並みである。というのも、チチハルは、清朝の時に、ロシアの侵入に備えるために発展した都市だからである。列車は、北満を横断する、貧州線を西へ。ここまで来ると、目の前には広大な平原が広がり、遊牧民なんかも見えてくるはず。ハイラルを過ぎれば、シベリア鉄道へと続く、満州里も間もなくである。これより先に行く場合は、税関を通る必要がある。しかし、1941年に、独ソ戦が始まってからは、シベリア鉄道との接続は途絶えてしまったという。貧州線を引き返して、もう少しだけ、満州国の都市を回ろうと思います。移動の間に、旅行の注意点を少々。通貨に関しては、日本の円も利用できるので、満州国の貨幣を用意する必要はないらしいが、必要であれば、新疆や宝天、大連といった都市で、両替してください。また、旅順や大連など、写真を撮影する際は、司令官の許可が必要な場合があるため、注意してください。そうこうするうちに、我々を乗せた列車が到着したのは、新疆の東に位置する都市、吉林。満州の京都とも呼ばれる、歴史ある都市であり、また郊外には、満州国時代に建てられ、2018年まで、現役だった宝満ダムがある。新疆から東へ3時間、古都吉林に着きます。昭華港に臨む人口13万の古い都であります。山川の佇まい、山市水明、流安華明、日本の京都に比べられるのでありますが、吉林情緒はこの地のいかにも満州らしき味わいにあります。次は中国に近い満州国の西部へと向かいましょう。先ほど撮影の際は司令部の許可が必要と言ったが、それを補足すると、もし違反した場合は1年以下の懲役や罰金が科されます。実際に撮影せず未遂の状態でも何らかの罰があるそうなので、下手な真似はやめましょう。さて、我々が到着したのは中国との国境近くにある都市、昌徳。清の時代に建てられた皇帝の離宮があり、避暑地としても有名である。雄大なダマダラの創造に旅行者の胸は躍ります。昌徳に着きました。旅館設備も観光設備も遺憾なく整っております。ここは山荘の内苑であります。ここは今から約250年前、清の後期建立料亭によって創建整備せられた離宮であります。当時蒙古神武の政策も加味され、高層雄大な土木事業を起こし、いわゆる皇家の層をもって神父の民族を威圧いたしました。旅の終わりは、満州の東、朝鮮の方向へと向かいましょう。南満州鉄道は、朝鮮ともつながっており、釜山から下関へと連絡線が出ているので、ついでに朝鮮観光をするのもいいかもしれません。日露戦争の軍事輸送を目的に作られた安保線に乗って向かう先は、鴨緑江のデルタ地帯に作られた町、安島。満州と朝鮮をつなぐ鉄橋は、
1909年からおよそ2年間もかけて作られたんだそう。さて、今回の動画はこんな感じで終わり。本当なら太平洋戦争の敗戦後の満州についても触れようと思ったのだけど、動画が長くなったし、ちょっと血なまぐさい感じなのでやめておきました。ところで、南満州鉄道の駅舎や大和ホテルなどは現在でも使われているものがあるそうです。興味がある方はいつか行ってみるといいでしょう。もちろんその時は両替を忘れずに。そんな感じでお疲れ様でした。